もしかしたらね、あと190日でゲームオーバーかもしれません。どうしてお金がないのかな。仕事がないんだね。プレジデンテ、ひらめきました。あと30日ゲームオーバー。失敗。お金がないな。どうなっちゃうんだよこの後。非超大国、非超大国、非超大国はね、輸入しかないんだ。お金がないから輸入はできないんだよね。プレジデンテ、私は君に頼み事をしなかったか？おお、したとも。だが君は私の期待に応えなかった。プレジデンテが弱い者いじめを好まないのは皆さんご存知。まったく君の勇気は大したものだな。いや、これは愚かさと言うべきか？世界で最も偉大な国に反抗しているとわかっているのか？これが手に入ると知ってすぐに来たんです、プレジデンテ。いかがお考えですか？金が欲しい。でも、ダメだね。全然。マイナスが。
お金が欲しいな。数日刻ココナッツ、慌てないでくださいよ、プレジデンテ。お金がないよ。戦況は今、我々に圧倒的に有利との公式発表がありました。現在トロピコがどちら側で戦っているかは、引き続きこの放送でお確かめください。ものづくりはグッドな。金や銀を貨幣の地。全然お金がない。ちょっと待った、お金が入った。大卒のやつをまずやりたいんですよね。どこでもいいんだけど、例えばね、これ、どこでもいいんだけどさ、これをさ、ちょっとやめてさ。どうかしました？違うな。ああ、もうマイナスになっちゃったね。時間差的にダメだった。もう時間止めてたはずだったのにな。一回解雇して、求人すればクリアじゃないかなと思ったんだけどね。また、こんなの言っちゃったよ。大学の先生を一回解雇して、
ほっといてくれ。解雇。ああ、もうボタンの押し間違いがもう何なんだよこれ。なんで？はあ、もうムカつくな。なんで？なんでなんだろうね。これを選択。こんにちは。違う。これを解雇したいんですよ、俺は。で、ここに、これでいいんですよ。で、あと劇場とかさ、陸軍とか。劇場。陸軍基地。お金がない。商談成立です。大変嬉しく思います。陸軍基地。同志たちはプレジデンテのご支援に喜んでおります。もちろん平等に喜ん。陸軍基地。ちょっと時間が来たんで今回はここで終わり。